そして最後は村上信次主審の花道を作ります。大きな拍手で送られます。何か牧野の胸には村上さんへのメッセージが書かれています。村上さんの笑顔が僕たちを気持ちよくプレーさせてくれました。牧野の粋な計らいです。さすが牧野ですね。最後は胴上げもありますか。実に公式戦は600試合以上主審を務めてきました。さあその村上信次主審の胴上げです。一度二度三度宙に舞いました。なかなか見られない光景ですよね、はい、スタンドからもお疲れ様の文字。浅野さん、この村上さんに対するリスペクトの気持ちが表れてます ね、 ですね。やっぱり選手たちみんな分かってますよね、はい、J1 で307試合、天皇杯45試合、リーグカップ戦では64試合、J2195 試合、J33 試合、公式戦614試合、主審、務めてきました。